宮城県仙台市大戸屋直営店家系仙台ついにできました。関東地方を中心に展開する家系ラーメングループ大戸屋の仙台店、 JR 仙台駅からはおよそ 1.4 キロ、徒歩20分、バスで約10分。お店のすぐ隣には広いコインパーキングもありましたので、そちらもご利用ください。私が撮影を開始したのが朝9時、徹夜組がいたとかいないとか、今日という日を待ちに待っていたお客様がお店の前の歩道にずらり。当日はこういう感じで並んでました。赤いとこですね。というわけで防寒対策バッチリで私も並ぶことにしました。オープンの11時までは2時間。早くあったかいラーメン食べたい。この方が応援に駆けつけていらっしゃいました。とのまる山水大店店長、赤メガネ大沼スヌーピーさんです。そしてもちろんこの方も降臨、家系ラーメングループ大戸屋の清水社長。本物の家系を全国に広めたい。今回は仙台、次はどこでしょうね。楽しみです。カイロです。何しましょうか。レンゲで。どうぞメルカリに占いくださいね。はい、ありがとうございます。気をつけて。何がカイロかレンゲかバックです。あ、かわいい前掛けみたい。投げてもらって折り返してください。入り口開けてもらって41番の整理番号をもらって入店したのがだいたいお昼の12時でした。食券の左下に12時って書いてありますね。今後の参考になさってみてはいかがでしょうか。卓上調味料は大戸屋ならではと見せかけて、なんと魚粉です。これ後ほど使ってみましょい。遠征だしグランドオープンだし飲んじゃえ。おつまみの海苔とチャーシューは大戸屋ならでは。昼間からやビール飲むってね、こうもう本当お天道様申し訳ないですね。何言ってんだかね、本当。うめえ。自分がビール飲んでる動画を見て、自分もビール飲みたくなっちゃった。最近、ダ飲みという言葉があるみたいですけど、ラーメン屋でラーメン食べながらビールを飲むと。ビールを飲みながらラーメンを食べる。どっちだ？魚粉。これ使ってみます。私、ラーメン屋でビール飲むと、お腹がいっぱいになっちゃうんで、あんまりビールには手出さないんですけど、今日はね、やっぱ飲んどかないとね。ビール飲むと震えが止まるんですよ。余計なこと言わせんじゃねえよ本当に。これおつまみちょっとあれが切れなかったんですよ、生姜が。美味しい。自分で食べるやつだから別に手づかみで行ったっていいじゃん。テーブル席ご案内していただいたんですが、4人掛けのテーブル席が2つ、2ボックス。カウンター席が多分10席ぐらいかな。もうちょっと少ないかもしれないけど、そんな感じです。あとお酒、このビールの他に券売機にはレモンサワーのボタンもありましたのでお伝えしておきます。はい、ライスが届きましたのでお化粧をしていきましょう。まあほぼいつも通りですけど、まずは胡椒。はらり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 は
ハイミーパッパッパ、ハイミーじゃないよ、胡椒だよ、刻み生姜、これ刻み生姜乗せます。王道屋オリジナルラーメン酢、酢散らします。はい、酢ちょこっとちょこっとちょっとずつ出ますね、いいですね。はい、魚粉、これをこうねご飯にかけてみます。もうどこにでもちょっと魚粉を使ってみたい。あー、かけすぎた、でもちょうどいいやんばい。マヨネーズ、マヨネーズ、キューピーです。マヨネーズっていろんなメーカーから出ておりますが、私はマヨネーズはキューピーが一番好きでございますが、こんな感じにできました。はい、仙台王道屋のラーメンが届きましたよ。はい、どうぞ。こんな感じでございます。香りがすでに王道屋、見た目もすでに王道屋。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつじゃないけど12時ちょっと過ぎに食べる王道屋、普通にランチじゃねえかよと。ビューンギューン、スイースイーギューンラーそれではいただきます。このラーは絶対僕入らせます。麺です。麺を持ち上げただけでこの香ってくる王道屋のいい香り。長さは普通かな。あ、お好み全部普通でお願いしておりますが、美味しい。一口目の印象が柏の王道屋を思い出しました。パンチの効いたスープなんだけど、その中にある優しさ。麺はなんかツルツルした感じでしたね。夢中になって麺ばっかすすってるけど、まあ、清水社長が来てて、柏から周さんが来てて、ということはやっぱり柏の王道屋に近くなっちゃうのかな、そんな印象でございます。スープです、これですね。ね、王道屋っぽいでしょって適当なこと言ってますけど、一瞬バランスって思っちゃったんですよ。なんかクリーミー、マイルド、でもすごく濃厚でしたね、とかなんとか言ってたら、あの男が私の元に近づいてきたんです。ハゲ、ハゲてねえつってんだら、ハゲてっから帽子かぶってんだら、ちげえし、ハゲかけじゃっちゅうに、おめえだってハゲてんだろうが。ハゲてねえし、ふさふさだし、どうや、最近髪伸ばしてハゲの薬飲んでるらしい。おや、もう一瞬もだけ来てっかんの。おめえも飲んでみろよ、少しやろっか。いらねえ。なんだよ、モテたくねえのかよ。そんなんなくてもモテるわ。おめえは無理だろ。なんでだよ、俺がモテるに決まってんじゃん。おめえより背高いし、俺が金持ってるし、家あるし、車あるし、嫁子供いるし。それ言われたらずるいんじゃや。現実じゃん、モテたくねえのかよ。モテてえよ。だろ、じゃあ飲んでみろよ。分かったよ、飲んでみるよ。 ありがとうな、後に持ってくるよ。はい、久しぶりにちゃんまる劇場を挟んでみましたが、いかがだったでしょうか。感想とかありましたら、コメント欄の方にお願いします。ちなみに清水社長と私、同い年ですんで口調が荒くなっておりますが、まあ、その辺はね、台本がありますということ。演出は全てちゃんまるが行いました。怒られても、消しません。怒られたら謝ります。現場で俺のことをおもちゃにするのが清水社長で、編集で僕が清水社長のことをおもちゃにする、これ昔から変わらないことですよね。本人見てらっしゃるかどうか分かんないですけど、引き続きよろしくお願いいたします。魚粉、ご飯に魚粉をかけた部分、ここ食べてみたいと思います。皆さん魚介系のラーメンってお好きですかね。家系にはあんま魚介ってないからさ、私もともとそういう魚粉、魚介系のラーメンは大好きなんですけど、これうまかったんだ。魚介系ご飯、この魚粉パウダー、どこの店でもちょっと置いてもらえませんかね。家系ラーメンに魚介ブームとか来ないかしら。これ私の口には非常に合いました。気になった方いらっしゃいましたら、やってみられたらいかがでしょう。チャーシュー行ってみましょう。工房屋さんならではのあの桃チャーシュー、燻製でございます。海苔も行きます。よいしょ、巻いて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 、僕らエニモなんです。美味しいものを口いっぱいに頬張る、お口の恋人、桃チャーシュー。これ幸せなことですよ、本当に。これができるのね。タイガーあったか、食べてー。タイガーあったか、
ダブルタイガーアパカ。燻製チャーシューやっぱうめえ、もうたまんねえ。関東地方を中心に展開する王道屋さんの中でも、こう周さんっていう人はすごい古株ですからね。その方がついに独立をされるということが結構もう濃いめな話になってきてますけど、周さんのお店も行きますよ。魚粉も多用します。大好きこれ。あー結構かかった。この粉を入れるだけでだって随分な味変になりますからね。これ冷ややっことかにだったらいい酒のつまみなんじゃねえのかな。今度やってみようかな。魚粉パウダーって普通に売ってるんですよね。独自にお店で作られたりもするんでしょうけど、他に魚粉パウダーをかけたら美味しくなりそうなのってなんだろうな。出前一丁とかうまいかもしれないね。あとは好みで言えば札幌一番の味噌ラーメン。いやラーメン以外でなんかないかなと思ってんだけど、ビッグマック違うな。肉に魚かけちゃダメだよ。あでもそっか、マグロフレークの缶詰ご飯とかすごく美味しいもんねと思ったら、まだあの男が来たんだよ。もうなんで近づくんだ。震えるだろう、怖いから。今からお酢入れるんだから余計なことするなよ。いいか、余計なことすんなよ。いいか、絶対すんなよ。よかったら今お酢かけるんだから、なんかしろよ。なんで本当に何もしねえんだよ。この時あの昔あの旧ツイッターで清水社長がこの動画を見ての感想をコメント欄に書いてくださいみたいなのがあって、それに僕清水社長のモノマネを返したんですよ。動画に撮って、その時のことをあの社長は思い出したんですね。あ、お酢入れると非常に美味しいです。残ったスープにお酢、これ大事。特にあの王道屋さんのお酢は特殊なんで、皆さんぜひお試しください。本物の家系ラーメンを全国に広げる王道屋さん、頑張ってください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。うちのチャンネルで作ってる使ってくださいました。ありがとうございます。よかったらご自宅の冷蔵庫にでも。わかりました、頂戴します。はい、よろしく。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございました。ご感謝。はい、どうも。すげえ並んでんじゃん。今でもそんな一気にまだ伸びてるわけじゃないんで、じわじわですけども1人2人ずつぐらい伸びてるぐらいで。なるほどね。美味しかったよ。いやうまいですよ、普通にめっちゃ普通にうめえですよ、うん、全然なバランスっていうかマイルドっていうか、初日上げて落として上げて落としてのそのバランス的なものをやっぱり取ってるのかなと思って、そやっぱり見てる方が見てる方なんで、本当に素敵な方ですよ、2人は。社長も周さんも、うん、みんなしょっぱいって言ってるらしいんですよ。いやでもそれはしょうがないです、食べられてないからです。今日集まってらっしゃったの仙台、山形、結構多かったじゃん。福島もそうだし、福島、うん、まあ、ちょっとしょっぱかったのかねっていうところかな。でも多分こんなもんですよ。でも前のうどん屋比べたらもう全然、はい、どうも寝ます。じゃあ帰りの方を配りしておりますね、うん、はい、3名には帰りてます。今日すれば行きますよね。よろしく、またお願いします。あれ僕も帰るもらえるんですか。あ、もらえますよ。ご自宅の冷蔵庫に貼ってください。冷蔵庫には冷蔵庫に貼ったら冷たくなっちゃうから、温めてください、ね、冷蔵庫。 ありがとうございます。でも、はい、いただきました。すごいね。でもね、うん、ほら仙台めっちゃ盛り上がってますね。そうですね、もともとのだってファンがいますからね、鬼神戸のこのファン、はい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 、はい、とか最終日のあの並びがもう異常なんで、すごいですよやっぱりファンの付き方が。もともとのうまいですもんだって鬼神戸自体。そうなんだ。僕も食べてましたけど、仙台に王道屋が来た。
山形行く。山形1年後か2年後か。目標。目標、まあ2年以内でしょうね。ということは僕が50までの間に26年の今、まあ、春ぐらいじゃないですか。2月なんで、まあ、物件次第なんで。もう探してんの？いや、もう状況次第じゃないですか。その都度出てくる物件次第なんで、はいはいはい、あとは従業員育ててからなんで。今従業員の教育がメインなんで僕の仕事は。早まることはなさそう。いや、早まることあるんじゃないですか。育ち方次第みたいな、はい、うん、だよ。従業員育てて、それであと店任せられるような人材育てて、それであと僕があとは一人立ちできるか。なんかでもニュースで見たの。何が？山形ラーメンの消費額がナンバーワン。あ、ナンバーワンね。全国一、うん、だラーメン県として売り出そうとしてるんで、うん、その中でも家系ラーメンがないんで。おい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 、そこに俺が行く。スヌーピーとして。そうそうそう、なんでやねん。輝きたいね。いや、輝ける場所ですよね。ラーメン県ナンバーワン取れますから、家系で。本当だよ、絶対負けねえですから。すげえ、期待しております。ぜひ追っかけますから。あ、ぜひ来てください。赤い光を探して。今日はありがとうございました。はい、というわけで、王道屋直系家系仙台さん食べてまいりましたけれども、うまかったよ。なんかいつもの王道屋よりはバランスっていうか、外で待ってる時にすでに王道屋の香りがしましたし。というわけで、大戸屋直系家系仙台さん、ごちそうさまでした。また機会あったら伺いたいと思います。それではこれからも美味しいと面白いを求めて旅を続けたいと思います。またお会いしましょう。よし、あ、違う、こうだ。